ニコラジャン・クリストフ・エスキューでは、フランスウール,イコールイコールロワール県、シャルトル出身の男子プロテニス選手。これまでに ATP ツアーで、シングルス優勝4回、ダブルス2勝を挙げている。自己最高ランキングは、シングルス17位、ダブルス35位。身長185センチメートル、体重70キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。 1995年にプロ入り。父は元サッカー選手で、弟は元サッカー選手のジュリアン・エスキュで、生まれつき左利きである。右でテニスはプレーをしていたが、元来のレフティーの強みで、バックフォア共に安定したショットを生かしていた。デビスカップ2001の決勝でシングルスに出場し、レイトン・ヒューイットをフルセットで破り、最終ラバーでウェイン・アーサーズを下して、 フランス優勝の立役者となった。2006年に慢性的な肩の故障により引退した。引退後、フェドカップの監督を経て、現在は、ニコラ・マユ、ジョー・ウルフリード・ツオンガのコーチとして活躍している。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、9、 イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。